ラジオ天地、略してラジ天ということで始まりました。はい、ラジ天、今日何回目やったっけ？8回目です。8といえば、8といえばメガネ、ブンブンブンしか出てこないです。表情性ねえなということで、ね、メガネ、メガネどういうことですか？いや、なんか 8ってほら、メガネっぽくない？そのリアクション雑い。いや、まあ、ということでお送りいたします。はい、私石丸でございます。小山亮太でございます。はいはい、ということでね、はい、やっていってるんですけども、8回目、うん、なんと今回はね、はい、前略の道の上からということで、どことも言えない道の上で僕ら今日撮影をしてるんですけれども、そうですね、どっちかっつったらなんか、うん、コンクリートの上って感じです、そうね、アスファルトとコンクリートに挟まれたところにいるからね、なんか最後のね、ラジオの収録ぐらい、ちょっとまともなところ行けよみたいなね、スタジオ借りたとこね、あー、したいっすね、夢やね、はい、行きます、3、2、えいっ、みたいな、赤ランプつくみたいな、急ランプが、急ランプが。はい、ということで消えたら始まりますみたいな。オンエアってつくやろ。あそれはいいけどね。どう、欲しいっすね。早いもので、そうか、8回で最後か。そうっすね、今回最後。これ聞く頃にはお客さんは見てたり見てなかったりするのかな、はい、どうやろう、楽しみやな。いや、わかんないですよ、この回だけ聞いたっていう人もいるかもしれないですよ。で、この回聞いて、あ、見たかったな、次は見に行こうって思ってくる人がいればなおいいね。ああ、そうですね、うん、まあ、なんて言ったってキャスト紹介が、あの方ですから。そうか、はい、今回のキャスト紹介はなんとなんとなんと主役のお二人でございます、ね、はい、お二人ですからね、我らが原大輔と小見達さんですね。マラビカとアグニミトラゴってね、今回のお芝居のタイトルですよ。本当ですね、なんとタイトルロール2人分。2人分っていうのダブルタイトルロールとかなんかかっこよく言おうよ。ないよそれ。松屋行ったみたいな感じでそのたてちょっと面白い。ということでお送りしていきますけれども、はい、そうね、本番近いからね、頑張らないとね。そうですね、もう指折り数えてあと寝るとって感じだからね。ああ言ってましたね、もういくつ寝ると、本番じゃんっつって。みんなね、目に見えてこう本番前って緊張してさ、やつれてるからさ。いや、僕は逆になんか食えなくなるんですけど、あ、胃が緊張でちっちゃくなるみたいな。極限まで来ると、うん、食いすぎちゃうんですよね。ストレスで、ストレスで。お前なんか女子みたいやな。食べすぎちゃったってなんの。だからはい、パンパンになってますよ。俺ストレス溜まると、はい、急に一人でめっちゃ喋り出すから、すごく情緒不安定みたいな人になる。ずーっと一人こと言ってるもん。あ、そうなんですか。でもすごい、ね、怖いっすね。やばいですね。ストレスで消食になる人、ストレスでなんか、うん、情緒不安定になる石丸っていう面白いコンビでね、このラジオ天使最終回をお送りする羽目になってね、お送りさせていただくんですよ。2回目からね、ずっと僕出てますからね。僕と小山は皆勤賞でございますよ。はい、そうですね。あ、僕とっていうか小山は皆勤賞やな。全部出てますね。メインパーソナリティと言っても過言じゃないんじゃないですか。ああ、もう経験値ガッポガッポですよ。ちょっとよくわからんけど。まあ、ラジ天といえば小山だよね。はい。代名詞でございますよ。いいんですか。いいよいいよ。やっと。そのうちラジ天の小山とか呼ぶから。うん、ま、マッキーのがいい。マッキーがいいっすよ。そこ気に入ってるんだ。はい、ということで。はい。そんなことでお送りしていきます。ラジオ天地第8、はい、8回目です。うん。キャストインタビューに移りたいと思います。イエーイ。キャストインタビューもね、恒例ですね、最後なんですけどね、はい、今回からね、そうですね、ラジオ天使の始まってからのキャストインタビューどんどんマラビカが続いてましたけど、最後ということでね、はい、張り切ってね、いきたいと思いますですね、張り切っていきましょう、はい、ということでね、今回はなんと主役のお二人に来ていただいてます。ドドンドドドンと。まあまあね、チラシを見てもらったら分かると思うんですけど、はい、一番上側に載ってるのが、劇団員というか座長の原大輔こと、はい、アグニミドラゴですね、はい、と小湊凛子さんが演じる、マーラビカーでございます。マーラビカー、マーラビカー。まあね、ちょっと小ネタなんですけどね、すいません。ということで、はい、なんと主役のお二人来ていただいてるんで、ちょっとだけ長くねインタビューしていこうかなと思うんですけど、おお、ということでですね、はい、マーラビカー役の小湊凛子さんからいきたいと思います。イエッ、じゃあ小湊さんお願いします。はい、はい、マーラビカー役の小湊美智子です。うん、みちこさん、あ、まだ小湊凛子で大丈夫です。はい、まだまだ小湊さんということで、ね、はい、マラビカ役の小湊さんに今回インタビューするんですけれども、はい、今回の簡単にで役どころというかどんなかなっていうのを教えてもらえますか。はい、はい、私の演じるマラビカという女の子は、はい、まあ、アグニミトラ王の春夏国
の敵国であるビダルバ国というところから連れてこられた奴隷なんですけれども、まあ王様の目に触れて王様と出会って出会ってどうなるのかなというふうな役なんですけど、ほうほうほう、まあ、謎にね包まれた感じの、はい、まあ本当に一人の女の子が敵国で力強く強い心を持ちながら、お気丈な女の子が、はい、あのどう、なんでもなんどこまで聞いていいかわからないんですけどね、まあ、どう揺れ動くかをね、そうですね劇場に足を運んで、はい、今でもまだ揺れる心でおりますので、うん、当日その揺れる心がどうなるのか、愛が勝つのか、身分が勝つのか、おおいいなすげえいいな、はい、一体何が私を救ってくれるのかという思いながら演じています。はい、はい、すごいね、なんかハリウッドの煽りみたいな、ね、全米が泣いた波のあれやね、ブワーブワーみたいな雑だな、好きよ好きよ好きよ、なるほど、そういうことで、はい、本番まで残り1日なんですけれども、はい、どう頑張っていこうかなじゃないけど、どう思ってますか今、どんな気持ちですか、はい、いやまだまだ、はい、気持ちが作りきれてないなと思うところがあるんですよね。ほうほうほう、だけどやっぱりキャストの皆さんと関わりながら、はい、まだまだこうできていくような気がするんですよ。ほうほう、だから実際小屋入りして、はい、舞台で衣装を着て、うん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 、言葉を本当に掛け合っていく中で、うんうん、いろんな感情が生まれてくると思うし、そこで今この揺れ動いてる答えが実際に見つかってお届けできるんじゃないかなというふうに思ってます。おいつもうるさい二人が黙るほどのね、いやそうね、ベラベラ喋ってんのね、いつもね聞いてしまいました、俺も聞いてしまってありがとうございます、ありがとうございます、小皆さんでした、ということでね、素晴らしい、はい、ここまでのクオリティを持ってこられるとちょっとハードルが高いんじゃないですか大丈夫ですか、笑ってる笑ってるということで、ね、次は、ねはい、我らが原さんに行きたいと思います、じゃあお願いします。はい、アグニミトラオ役を演じます原大輔ですよ、はい、座長はいですね、あの演出も担当してます、お、ありがとうございます、はい、今回のそのアグニミトラオって、はい、そもそもインドのお芝居ですし、うん、なかなか知名度じゃないけど知ってる人は少ないんじゃないかなというお芝居じゃないですか、どういう役なんですかね、役ですね、うんうん、唯一実在した人物でございます、史実に残っている、史実に残ってる実在した人物で、ほうほうほう、2代目の国王、まあ七光ですな、あーそれ言っちゃったまあ本当に実在した人物で、まあ春画国っていう大国を率いる王様が、まあ、マーラビカを見てしまったことによってもう目に焼き付いてしまって離れないよってね、離れないよってそれがやっぱりね、国を揺るがすほどの一大事に発展するわけですね、だって王様ですからね、もうそれ確かに、おそんな役なんですね、はい、みんなをやきもきさせてしまいます、こう本番でね、お客さんも見ながらもうどうなんだよ王様って思っていただければ、ね、成功ですよそれはね、なるほど、ね、まあ、さっきもお話ししましたけれども、うん、本番までですね、明日が小屋入りでもう1日しかないということで、うん、はい、あもう代表としてじゃなくても役者としてでもいいですけれど、どうやっていこうかなみたいな、どういうお気持ちでしょうか、まあ特別なことはやらないっていう、でも今までやったことをやるっていうところだし、やっぱりこう、うん、まあ、アグニミトラっていう役がやっぱり真ん中に立つ役なので、いろんなね、やっぱりキャラクターと絡むわけじゃないですか、うん、だから無理に自分で何かをやろうとするんじゃなくて、うん、その場でやっぱりや起きていることに忠実に、うん、役を生きて、その時に生まれた気持ちに忠実にいるっていう、ただやっぱりそれはちゃんとこう稽古を積み重ねてからできるものであって、うん、だからもう結果は裏切らないと思うので、もうそこをやったことですね、やっていうところと、まあね、素な気持ちでいればもうマーラビカーにすんなり、やっぱまあお綺麗ですからやっぱり声できるんですよ、もうすごいしようと思わなくても、すごいいい笑顔でね、それは演出としての笑顔ですか、原さん個人としての笑顔ですか
どっちかなっつって。アグニミトラって。なるほどですね。うん、いや、こう忘れないです。まあ、その、王様がね、渦の中ですごい、苛まれるじゃないけれどね、うん、すごい自分が失うぐらいの愛を持ってしまうという、うんうんうん、すごい、情熱的なね、テーマを持った作品でして、国と国の争いとか、やっぱそういう、なんだお国柄、日本ではあんまそういうなんだろう宗教観の違いとか、うん、国の違いで争うってことはないと思う。ああ、確かに。そうやろ、だからその、うん、これをポンプラザで見たお客さんがどう思ってくれるかって僕もすごい楽しみにしてるんですね。うん、そういうところもね一日やけど、はい、見せていけたらなと思います。はい、ということですね、お二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんかお二人喋りたいことないですか、一言的などうですか。一言、はい、二言、二言ある、どうぞ。まあそうですね、はい、インドの古典と言って構えずに、ほうほう、なんていうのかな、本当にあの娯楽楽しみに来るっていうような感覚で、うん、あの来てください。清掃でなくて、ジーパンで来るような感覚で楽しめると思いますし、ただまあドラマとしてはしっかりしてるものなので、しっかりあのグッとあの見ていただけるところはあのたくさんあるので、どうぞ楽しみにして、来てください。お、ありがとうございます。ありがとうございます。サッカー選手みたいですごいいいですね。サッカー選手、ヒーローインタビューとかなんかあるじゃないですか。うん、試合終わった後のあれみたいな、うんうん、まあ、今から始まるんですけど、試合は自分らしいサッカーとか自分らしい演劇みたいな、練習でやったことをやるのみですっていうあの長友、あ、 N 友さんみたいなH 部さんとか、ね、あ、ハンセルですね、みたいな感じでとても良かったです。小宮さんは何かありますか。あ、そうですね、はい、私もどうしても真面目に考えすぎちゃって、おインドって、まあ、私たちの本当に知らない世界だから、うん、こう分かるのかな、伝わるのかなとかって思いながらやってたんですけど、はいはい、まあ、純粋に楽しめると思うんですよね。うん、私の出てるシーンは結構そのシリアスなシーンが多いんですけど、確かに私の出てないシーンは非常にコミカルな見ててね、すごく楽しいんですよ、うん、楽しそうにやってるなって思うし、だから皆さんも本当お腹抱えて笑ってもらえるシーンもあるんじゃないかなと思いますし、あのそういう風に楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますので、はい、私もシリアスなシーンを頑張ります。お、ありがとうございます。はい、すごいね、やっぱ主役2人はすごい ね、すごく僕らが喋ることがなくなるぐらいきっちりしてます。ありがとうございます。本当に今まで我々がしてたこの喋りっていうのが何だったのかっていう感じの、ハリボテだな。うわということでね、主役のマーラビカ役の小見夏さんと、はい、アグニミトラを演じる原大輔さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやはや、はいはい、小山くん、何でしょうか。ついに終わりの時間ですよ。また来たんすか。早いね。いつも来ますよね。いつも早いねって言ってるもん。確かに毎回毎回早い早いってね。まあでもなんだかんだ言ってね、今回の、はい、今回のこのラジオで一応そのラジ展、まあ、アグニミトラオできっかけで始まったけど、一応今回はおしまいということでね、考えているんですけれどもね。そうですね。また本番終わってから、なんか、後日談みたいな感じで。実はこんなエピソードがみたいな。ああ、いいですね。そういうのも話したいですね。話したいよね、それ。なんかそういうのも。考えてね、一回ね、はい。もう次回の、まあ、今回の公演がまあ終わってしまうんやけども、終わった後も実はね、天使の公演としてはまだまだ続いていくという。はい。なんだって2015年か、今年は。2015年です。そうです、15年だからね。ですね。記念企画第1弾って銘打ってるからには、2段も、もしかしたら3段も、そんなこともあったりなかったりね。どうなんですか、原さん、ちなみに。ええ、そんなまでやる。急に言ったから。そうがもう、アニバルサリープロジェクトでしょ。コツコツとね、計画してるわけですよ、私たち劇団員と原さんが。はい。1年後どうなってるかね。ちょっと怖いですね。1年後はやっぱり、あれじゃない、その、フィナーレで1年あるからね。そうです。1年間の天地イヤーですよ。15周年。天地イヤーですよ。もう離れられないっていう。本当ですよ。離れちゃダメです。お客さんもね、離さない気持ちでね、僕らも演じていかないといけないと思うんですけど。そうですね。さあ、いよいよね。はい。こう、続きに続いたラジオ天地も。はい。ついに一区切りということだね。ああ、寂しくなるね。本当寂しいですね。まあ、小山とラジオ、まあ、できるかもしれんけど、とりあえず寂しいもんね。ああ、そうなんですよ。とりあえず今の感情としては寂しいが一番大きいね。ああ、そうですね。でも終わるっていうので、ちょっとほっとしてるところもあるんじゃない？いや、僕はその次にある気持ちはまたしたいですから。お言うね。これも喋れるようになったね、お前。言っちゃうの。小宮さんはこういう小山どう思います？いや、素敵ですよ。本当ですか？うん、とっても素敵だと思う。楽しそうにやってるから。そうですよ。いつも楽しそうで。
僕にはなくてね、すごくいいと思う。そんなこんなで、はい、ついにお別れの時間がやってまいりました。はい、寂しいね。本当ですね。本当に今回はね、改めてもう一回言いますけど、お二人も本当にありがとうございました。ありがとうございました。リスナーのね、聞いていただいてる、ね、皆様もね、本当にありがとうございました。ラジオ店長、はい、なんかね、こう締めっぽい空気になっちゃったけど、もっと楽しくいきましょう。楽しくあれやりたいよ。あ、なんだなんだ、あの略してってやつ。あ、いいっすね。一回だけやっとく。ラジオ、僕はラジオ店地点で略してって言ったらラジ店でお願いします。はい、一回やってみたいでございます。はい、ラジオ天地、略して、ラジ天。うわぁ、なんか、ラジオっぽい。うわぁ、いいなぁ。早いな、最終回でちょっとやりづらい。やってなかったの？いやいや、ちょいちょいやってましたけど、忘れた回もあったんで。忘れた回。ありがとうございます。すいません、なんか。ありがとうございます。お付き合いいただいてね。ということで。ありがとうございます。はい。はいはい、さてさて、本番前にね、あんまりね、夜更かしするのもあれだから。はい。この辺でお別れしたいと思います。はい。お送りしたのはパーソナリティの石丸さとしと小山亮太と原大輔と小湊凛子でした。ありがとうございます。バイバイ。またお会いしましょう。またどこかで。またラジオしますんで絶対聞いてください。